これより本日の会議を開きます。日程第1、議案第1号、第3号から第60号までおよび第62号並びに報告第1号から第10号まで並びに議員提出第3号議案、平成26年度大阪府一般会計補正予算第2号の件に他75件を一括議題といたします。ただいまより上提議案に対する質疑並びに不正一般に関する質問を行います。通告により花屋光義君を指名いたします。花屋光義君。自由民主党大阪府議会議員団の花屋光義でございます。これより我が会派を代表して質問をさせていただきます。まず一昨日、維新の会の代表質問におきまして、我が党本部が都構想に賛成であるかのごとく表現をされましたので抗議をいたします。維新の会は内閣官房長官が記者会見で、都構想については自民党総務会でも決定し、安倍総理も当然賛成していることは間違いないとか、自民党本部や総理もテレビに出て賛成とはっきり言っており、自民党としてはすでに決定したなどと述べたとし、都構想が東京一極集中を打破する国家戦略として必要だと自民党本部も認めているなどと質問されていましたが、誤認です。先月26日、私は上京して菅官房長官と面会して確認もいたしました。自民党本部の総務会で決定したのは特別区設置法案に賛成することであり、大阪都構想の中身について議論した経過はありません。地方分権の一つの手法として地域が決めてきたことを尊重するという判断で、つまり自民党本部が都構想に賛成した事実は全くありません。また9月30日の安倍総理の答弁は、都構想については法令の手続きに従い地域の判断に委ねられていることである、関係者間で真摯に議論してほしいというものでありました。すなわち総理は都構想に賛成とは言っておりませんし、法令の手続きに従いとは協議をし、慎重派の議員を説得し、議会で承認を得た後住民投票を実施し過半数の賛成を得ることを指しているのです。今後自民党本部は都構想に賛成しているのに大阪の自民党は反対しているとの表現はしていただかないようにお願いします。もし議会やタウンミーティングでそのような表現をされた場合、党を挙げて抗議をいたします。それでは質問に入ります。まず松井知事には、知事にとって都合の悪い質問に対してもごまかしたり問題をすり替えたり逆ギレしたりすることなく、府民市民にしっかりと説明責任を果たされるよう求めておきます。また我が会派も広域行政の一元化や二重行政の解消には賛成の立場であり、その立場で今議会に大阪戦略調整会議を提案していることから、都構想と比較しつつ大阪戦略調整会議について説明をさせていただきます。我が会派はこれまでも広域行政の一元化と二重行政の解消を目指しており、23年の統一地方選挙でも大阪府、大阪市、堺市が連携できる組織の設置を掲げて運動をしてまいりました。我々の活動を受けて平成26年に地方自治法の改正が行われ、平成29年度より
指定都市都道府県調整会議が必置機関となったのであります。そこで我が会派はこの調整会議、名称を大阪戦略調整会議、いわゆる大阪会議の創設を訴えて今議会に条例案を提案しています。まず資料をご覧ください。大阪戦略調整会議の構成図であります。これは大阪府域における広域行政を一元化し、広域行政課題について府と大阪市、堺市が政策的に協調し一体的な取り組みを進めるとともに、いわゆる二重行政を解消するための協議の場として府と大阪市、堺市が執行機関のみならず議会の代表も参画して協議する場とするものであり、これが成立すれば全国でも初めての取り組みとなります。すでにある府市統合本部の機能よりも次の点が優れています。次のご覧ください。まず大阪会議は知事市長のほかに各議会の議員9名で構成されるもので、そこで大阪全体の成長戦略、産業振興、交通政策、環境政策、都市魅力、まちづくりなどの事項について協議し、ここで合意決定された事項についてはそれぞれの議会に持ち帰り同意を求めることとしています。府と市がそれぞれ行っている行政計画について統一したり共有することもできます。二つ目に、大阪会議に出席する議員はそれぞれの議会の会派比率によって選出されているため、大阪会議で議論し調整できた事項についてはそれぞれの議会で決定することになりますが、大阪会議で十分に時間をかけて議論することによりそれぞれの議会の同意を得やすくなります。三つ目に、必要に応じて関係する市町村にも参画していただき、政策調整や行政計画の統一を図ることができます。これは明らかに統合本部ではできないことであります。大阪の課題である港湾の統合や整備計画、伊丹空港の問題や北急の延伸、モノレールの延伸、公営住宅の供給戸数や跡地を利用したまちづくりなど、数え上げればきりがないほど大阪会議で調整し、全体計画を作成することもできます。さらに、大阪経済を元気にするために政策、例えば企業誘致や交通政策、空港問題、高速道路、鉄道の延伸などですが、これらは大阪府と大阪市だけの問題ではありません。地元市の理解と協力が必要であり、オール大阪で取り組まなければならない課題であります。大阪会議が設置されれば、調整が可能となり、大阪を元気にすることができます。次のパネルをご覧ください。また、成長戦略や産業振興、都市魅力という分野で、より実効性を高めるために、この大阪会議と連携する組織として、現在の大都市局のような府市共同設置の職員組織として、仮称大阪成長戦略局を設置し、政策実現のための実動部隊とすることを想定しています。政策の推進において、実効性と実現性を担保するための組織になると考えています。以上、説明させていただきましたように、大阪会議が設置されれば、大阪全体の成長戦略、広域行政の一元化、二重行政の解消ができることから、大阪市を解体し、特別区を設置する必要はないのであります。例えば、今回の議案を例にしますと、国家戦略特区法において、都市部における外国人の宿泊促進を図るため、一定要件を満たす外国人向け宿泊施設については、知事または保健所設置市の市長が認定することによって、旅館業法の適用を除外する措置が講じられることになっています。本来、特区が期待する効果を実現するには、政令市である大阪市や堺市、そして中核市である東大阪市、枚方市、高槻市の協力と、その他を補完する大阪府の条例制定が必要であります。このような問題も大阪会議で審議に諮り、協議が合意に至った政策をそれぞれが議会に同じような時期に提案すれば、
即実現可能となります。まさに 100% の効果が期待できます。政策実現の可能性が都構想より断然優れていることは一目瞭然であり、大阪の成長にとって必要な案件については、大阪会議で十分な時間をかけて合意に至れば、より確実に、より早く、それぞれの議会で賛同を得ることができると考えております。議案についての所見は述べませんが、特区効果の実現が期待できないような今回の条例案については、議案から取り下げるべきであり、政令市、中核市と調整し、合意してから再度提案すべきであると指摘して質問に入ります。まず、知事は我が会派などが入り口論に終始していると言っていますが、入り口論すら説明できず、入り口をコロコロ変えているのはあなた方だと思います。まず、都構想の必要性について、当初は大阪府と大阪市との二重行政を解消し、無駄を排除することによって、単年度で4000億円の財源を捻出する。そのお金を大阪の成長に使う。また、特別区は20万から30万人規模とするというものと理解しています。また、大阪にふさわしい大都市制度推進協議会では、大阪市と大阪府がバラバラで企業誘致を行っていたために、シャープの誘致で亀山に負けた。府市が個別に政策決定を行ったため、投資ロスがあった。同様に交通政策が一致しないために、交通インフラの整備が遅れてきた、などと、まるで大阪市があるがために、大阪経済が停滞してきたかのような説明をしてきましたが、我が会派との議論で、そのすべてに根拠がないことが明らかになりました。さらに、橋本市長は、都構想は組織論であって、都構想になったからといって、大阪の経済が良くなるわけではありません。どのような政策をするかが大事であり、都構想と大阪経済には因果関係がないということも認められております。都構想にすれば、数兆円の効果があるなどと、府民、市民を騙すのは、いい加減やめていただきたい、恥ずかしいことであります。その後、さまざまな質疑を得て、都構想の必要性、つまり入り口論の説明ができなくなり、都合が悪くなったので、推進協議会を強引に閉会し、法廷協議会の設置を決めたのであります。さらにその後の法廷協議会では、特別区の財源保障や、大阪市から引き受ける事業のリスクなど、大阪市を解体し、特別区を設置すれば、府の財政に大きな悪影響を及ぼすことも判明しています。我が会派は知事から示されたスケジュールにのっとり、財政問題や職員体制、効果学、さらには特別区の受け持つ事務と一部事務組合との関係について、さまざまな課題について議論を深めてきました。その結果、都構想が実現しても、4000億円の効果がないどころか、反対に特別区のイニシャルコスト、ランニングコストとして膨大なお金がかかることや、7区案ではコストがかかりすぎるため、実現不可能であることも判明してきました。そういう個別、具体の議論を通じて分かったことは、やっぱり都構想は必要ないということであります。改めてお伺いしますが、なぜ都構想が必要なのでしょうか、知事に伺います。知事、松井一郎君。今、花屋議員の方から、いろいろとご質問、ご提言がありました。まず、この法廷協議会の設置をできることになったのは、まさに法律改正をしていただいたからでございます。法律改正に自民党は賛成したということは、はっきりしておりまして。都構想に反対であれば、党本部としては法律改正を否定したはずです。これは我々が、自民党、民主党、公明党の皆さんに、新たな大都市制度を作ることで、この国の形を変えていきたいと、その結果、
さまざま税の無駄遣い等を見直せる、そこで財源が、しっかりと確立、見つけてこれると、だからまさに、時代に合わせた行政組織、統治機構改革をやりたいと、そういう申し入れをさせていただきました。そして当時、自民党は野党でありましたけれども、菅官房長官、中心になりまして、そういうことを 法律によってできるようにするための装置として法律改正をしようと、それでできたのが法廷協議会であります。従いまして、法廷協議会自身を否定されるのは、まさに、国と、大阪自民党のこの考え方の違いだと、そう思います。それと、安倍総理や菅官房長官が賛成ではないと、それは法廷協議書、700ページに及ぶものを、総理や菅官房長官、非常にお忙しい人に、すべて中身を見てくれなんていうのは無理です。したがって、総理や菅官房長官がおっしゃってるのは、地域で決めればいいと、こうおっしゃってるんです。そして、地域で決める一番は住民投票じゃないですか。そうでしょ。だから、われわれがお願いしてるのは、この議会で改めて皆さんにお願いをいたします。皆さんにお願いするのは、住民投票をして、住民の皆さんが主体的に判断をできるようにやりましょうよということなんです。だから自民党の皆さん、反対は反対でいいんです。住民投票の中で、今、自民党がおっしゃってる都構想は必要がないんだと、別に17年で、まあ、約3000億程度の財源が見つかるということが、これは法廷協議会において、さまざまな資料を精査した上で、根拠のある数字ですが、3000億ぐらいの数字がね、必要ないんだと、17年、平成45年に向けて、そんなお金は必要ないと、そういうロジックで、堂々と住民投票で反対を訴えればいいんです。最後は決定をされるのは住民の皆さんであります。ご提出にお願いいたします。そして、都構想の必要性については、まずこの制度を作ることによって、もう二度と、二重行政、なるものの、そういう形を作る、制度として成り立つことはありません。花屋議員が先ほどおっしゃった、大阪会議、調整会議、いいと思いますよ、あれはあれで、しかしながら、あの調整会議は、それぞれ広域行政をの権限がある市議会、府議会、堺市議会、これが3社入るわけですね、結局、ここで、まとまるものは、意見がまとまるものは、それでいいと思います。しかし、これがまとまらなかった場合は、いつまでも協議、調整を進めていかなければなりません。要は決定できないということであります。大阪都構想については、そもそも役割分担で広域を一元化する、基礎自治体は大阪市内を5区に、5区の特別区を設置をいたしまして、今の大阪市よりも住民に近い自治体が出来上がります。これはお認めになるはずです。今の距離より住民に近い自治体ができれば、より住民の声は行政に反映をされます。従いまして、都構想と今、花屋議員がおっしゃってた、大阪調整会議とは全く別物であります。都構想は二度と再び不幸な、広域行政の権限を、2つ、3つの役所が持つような、そういう形を改めようというするものでありまして、そしてもう一つは、大阪地域において、より身近な、基礎自治体を作っていこうというものであります。金谷光義君。今の答弁では、多分ね、知事より私の方が大阪都構想を知ってるような気がしますね。まずね、安倍総理、菅さんの話、菅官房長官の話ですけどもね、まあ、ここにきちんと文書もありますから、いつでもご覧いただきたいんですけども、要は大阪の自民党が反対している、本部が賛成しているって、それはやめてくださいよと言ってるんです。法律を作って、地元が決めてきたら、その法整備はお手伝いしましょうと言ってるわけです。ところが法整備をしてもらう案が一つもないじゃないですか、今回の協定書に、法改正なんか一つもないじゃないですか、そんな馬鹿げた協定書を作ってるんですよ、あなた方は。まあ、それはまた後ほど言いますけども、安倍総理、菅さん、菅官房長官がおっしゃってるのは、都構想も、われわれが当時提案をしていたのは、大阪広域戦略協議会です、それも、そして
自治法改正によって調整会議ですね、それを入れる、もしくは総合区長制度の導入、どれでもいいですよと、この3つどれでも私たちは賛成ですという意味です。地方分権改革等々二重行政の解消に向けた取り組み、すべてに賛成するというのが、安倍総理と官房長官の話です。だからきっちり切り分けていただくこと、今後同様のことをおっしゃると、党を挙げて抗議するということを改めて申し上げておきます。そして、今、二重行政の解消、これまでなかなかできなかったじゃないかと、だからそれが都構想になったらできるんだよと、調整会議では決まらないじゃないかという、そういうお話でしたが、じゃあ知事、これまでに知事と市長が正式に協議をする場、ありましたか。知事、松井一郎君。その正式に協議をする場が、どういうしつらいをそうと言われるのか分かりませんが、僕と橋本市長とは、絶えず連絡を取り合っている中においては、お互い市長であり、知事であることは、自覚した上でお会いしたり、電話で話したり、しております。その時に申し上げた、その時に、約束したこと、これは橋本市長も市長として約束ですし、僕も知事として約束しておりますから、お互い決めたことをたがえたことはありません。あえて、正式な場所、一番というならば、やはり、統合本部で、職員も入った、そういう会議の場所が一番正式と、いうことになるんでしょうかね。それともう一つ、これまでも、政治活動におきまして、我々は、自民党本部から、賛成をいただいていると、大阪の自民党は反対していると、こういう話を何度も、やってきました。でそれは、事実に基づいていると、こう思ってますし、でこれまでそれを言い続けまして、総理や菅官房長官から抗議を受けたこともありません。従いまして、これからもやはりおかしいところはおかしいと、はっきり言わせていただいて、その時に、どういう形で党本部から抗議を受けるのか、それは抗議を受けた内容によって考えさせていただきます。金谷道義君。そこはきちっとさせていただきます。官房長官にはっきり確認してきました。で大阪でそのような取り扱いをされているということはご存じありませんでしたので、きちんと今後させていただきます。でもう一つ、今、質問がうまく伝わっていなかったんですが、今の松井知事と橋本市長のことを言ってるんではありません。それまでがバラバラだったと、協議をしてもまとまらなかったとこうおっしゃるから、その協議の場は何だったんですかって聞いてるんです。議員の皆さんに申し上げます。発言中はご静粛にお願いいたします。知事松井一郎君。これ今は正式な協議の場がありますが、それ以前については、副市長副知事の協議の場等でした。要は作れなかったんですね、そういう場が。だから、平松市長、その前で言うと、よく例に出させてもらいますけれども、太田知事、それと当時の大阪市長と、一緒に、例の、保証協会の問題をやろうということで、テーブルを作ったことはあると思いますけれども、そのテーブルでも、まずは、副市長、副知事が参加をするというテーブルぐらいしか、見当たらないと思います。金谷道義君。だから我々は調整会議を作ると言ってるんですよ。よく分かってくださいね。今までは協議する場がなかった、せやのにバラバラだっておっしゃってるのは、知事、あなたの考えが間違ってるということです。でね、我々はですね、そういうように、知事の入り口論、必要性、これ、まともに実は説明を、我々は論破されてないですよ。我々は逆に知事、市長に対して、都構想の必要性を論破してきたんです。
だからきっちりとまだまだ我々に対して言わないといけないと思います。説明しないといけない。で、都構想とは、二重行政の解消と広域行政の一元化、それと住民自治の強化、まあ、いわゆるニアイズベターですね、それがあったはずですけれども、この協定書のそのどれを取っても満足になっているとは言えません。確認しますね。この協定書が実現すれば、二重行政は解消されると先ほど言いましたけれども、間違いないですか。知事、松井一郎君。姉議員、僕は大阪調整会議を否定していませんよ、やればいいと思いますよ、だから、しかしながら、大阪調整会議では、意思決定機関が3つありますよと。それでは結局は、2元3元になってるじゃないですかと、都構想についてはその広域行政は一元化をされます。従いまして二重行政、こういうものが生まれることはありません。金谷道義君。まあそこ何点か聞いていきますね。じゃあまず、水道行政、これは今日都構想が実現すると一元化するんですか。知事、松井一郎君。水道行政については、現在、大阪府はもう手を離れております。これ、残念でしたけれども、当時、橋本知事と平松市長の時代に、一元化に向けて動き出しました。しかしながら、まさに、この二重行政の弊害といいますかね、大阪市側が、どうしても、この一元化について納得をされなかった、平松市長もそうでした。したがって大阪府としては、当時、橋本市長は、まずは第一歩として事務組合方式を取り入れようじゃないかということで、今、現在は事務組合、企業団方式、申し訳ありません、企業団方式として、大阪市以外の市町村で運営がなされております。したがって、この大阪府に現在、権限がないものに対して、府と市を一体化させる、その都構想、基礎自治体を適正規模な、住民に身近な基礎自治体を作っていくという、今回の都構想案の中に、この水道事業というものが、水道事業というものが、この中身に入ってはきません。金谷道義君。まあ、長い答弁でしたけれども、水道事業については解消されないということですね。それでは知事に改めて確認します。何度も何度も聞いてますけれども、大阪市を解体しなければ解消できない、制度上ですよ、制度、政令市があるままに解消できない二重行政とは何ですか。知事、松井一郎君。これも何度も申し上げますけれども、現行制度でも、この府市統合本部によって、できるところはどんどん、進めております、二重行政が起きないように、この大都市の制度の見直しによって、二度とそういう、広域行政が二元化しないようにしていくのが都構想であります。しかしながら、残念ながら、今、統合本部において、さまざまな行政としての一体化を、これを議会に提案をしておりますが、その中でも、それぞれの議会によって判断が違い、できていないと、これが今の現実です。金谷道義君。今、知事がおっしゃっているように、まあ、つまり入り口論でも我々は論破できていないと、都構想の必要性はっきり言えてないんですよ。あのね、都構想が実現して、都構想にしなければ、大阪市を解体しなければ、解消できない二重行政があって、それが大阪の経済を阻害しているんだと、分かっていれば、我々だって賛成しますよ。それをきちんと論破できない、説明できないような
これが事実じゃないですか、笑ってますけど、府民に関わる大きな問題をきちんと説明すべきです。それでは私たちの案と都構想の財政効果を比較するにあたり、知事から示されている都構想の数字と同じ前提で比較をいたしたいと思います。パネルをご覧ください。都構想の財政効果と言われるものです。昨日の大都市局長の答弁では、平成29年から45年までの17年間で、都構想にすれば1980億円の財政効果があると言われていましたので、グラフを使って検証していきます。まず、AB 項目で1849億円。しかし、そのほとんどが市政改革であり、大阪市を解体し、特別区を設置しなくてもできる改革です。次に、市政改革プラン、平成27年度以降の見込み分として357億円。これは赤で示している部分です。言うまでもなく市政改革ですから、これも都構想とは全く関係がありません。次に職員体制の再編として424億円。上に重ねました緑の部分ですが、これは人員削減や再任用、外部委託コスト等であり、これも都構想の効果ではありませんが、青と赤と緑のすべてを足すと、2630億円の削減ができるというものです。しかし一方で、特別区を設置するために、新庁舎の整備やシステム改修費等に650億円のお金が必要となりますので、グラフのゼロの下の部分を差し引きすると、1980億円が高価格であると言われていたのです。相殺すると、ブルーの折れ線グラフで示した額となります。ちょっと見にくいですけれども、ご覧ください。しかし、改めて申し上げますが、AB 項目も、市政改革も、職員体制の見直しから来る高価格も、都構想とは関係のない数字であり、我が会派が提案をしている大阪戦略調整会議で、府市がしっかりと改革を推進すれば、都構想による再編コストが不要となりますので、その効果額はオレンジの折れ線の2630億円となるんです。一番上のてっぺんの折れ線ですね。つまり、都構想の削減効果と比べて、より大きな財政効果額、650億円が得られることになります。我が会派はこの650億円を大阪の成長に使うべきであると考えております。さらに都構想はもっとお金がかかるかもしれませんので検証をしていきます。第17回の法定協の資料によると、現在の大阪市よりも平成45年には職員数が2660人減り、その効果額としては105億円の経費削減が見込まれると試算されています。このうち大阪市が5つの特別区と一部事務組合に再編されることによる効果額としては、職員は約1500人減り、生み出される効果は67億円とされていますが、現在、1つの自治体である大阪市が5つの独立した特別区という自治体に分割された場合、自治体として当然必要となる機能、例えば教育委員会や議会事務局、また総務部門や財政部門、危機管理等の組織も5つ必要となり、職員は絶対に増えるはずです。もし業務の効率化や技能労務業務の外部委託化によって職員が減るという理屈であれば、それこそ特別区設置とは何の関係もありません。自治体の形は関係ないのです。大阪府と大阪市の一部の重複業務の効率化を除き、実質的な削減はないのです。なぜ大阪市を解体し、特別区を設置すれば、これだけ大幅に職員が減るのですか、大都市局長よりご説明をいただきたいと思います。大阪府市局長、山口信彦君。協定書におけます職員体制についてお答えをいたします。特別区の職員体制の体制につきましては、現状の大阪市を前提とするのではなく、あるべき職員体制を目指すという観点から、
特別区が中核市権限を基本とする事務を担いますことから、近隣中核市をモデルとして、モデルに設定して制度設計をしたところでございます。その結果、粗い推計ではございますけれども、府市合計の職員数が、最終的、平成45年ですけれども、最終的には、平成26年度比で2700人程度削減可能と見込んでいるところでございます。金谷光義君。ご答弁いただきましたけれども、さらに職員が増える可能性があります。大都市局の説明では、新たに設置される特別区は近隣中核市並みの職員数に合わせているとのことですが、ここに大きな問題が潜んでいます。各特別区の職員配置を見ると、地域の特性等が職員体制には反映されていません。そういう意味では、グラフで示しているよりもさらに多くの職員が必要となる可能性があり、プラスアルファのコストが必要となります。法定協議会では、特別区の職員数や配置を検討する上で、それぞれの事情、各区の固有の事情を考慮されたのですか、大都市局長に伺います。大阪府大都市局長、山口信彦君。新たな特別区の職員体制につきましては、近隣中核市をモデルとした上で、大阪市の特性をできるだけ反映させる観点から、生活保護におけます被保護世帯数、あるいは高齢者人口、道路面積、河川延長など、現状の実績値を可能な限り用いまして、各特別区の職員総数を算定したところでございます。ただ現時点でお示ししているのは、あくまでも個々の特別区の職員総数のみでございまして、その内訳となる各セクション、部局ごとのですね、具体的な職員配置の詳細設計というものについては、今後の移行準備の中での課題というふうに考えております。金谷光義君。中途半端な協定書ですね。住民の目線できっちりそこらを数値化して、責任のある協定書にしなくてはいけなかったんじゃないでしょうか。もう少し自身、協定書の問題を申し上げます。南海トラフ巨大地震の負の被害想定によると、都構想の湾岸区はほとんどが津波推進想定区域に入っており、勤務時間外や土日では職員は大津波警報が発表される中、参集が困難と考えられ、BCP の業務資源である人員が全く確保できない状態になり、一番大切な災害時の初期対応ができない自治体が誕生することになります。南海トラフ対策の充実を主張されている知事や会派が、こんな重要なことも議論していないのは、住民のことを考えていない証拠であります。さらに災害対応に関し、特別区と政令市の行政区で深刻な違いは、発災直後から時間が一定経過した段階で深刻な事態になることが予想されます。特別区は災害対策基本法上市町村と同じ権限を有し、独立した自治体として災害対応をしなければなりません。しかし被害が甚大な場合には、他の自治体から応援を求めたり、被災住民を他の自治体へ広域避難させることがあり、応援要請や協議という手続きが必要となります。一方で政令市の行政区であれば、市長の権限でこのようなケースでも単独で判断を下せますが、特別区では自治体間の応援や協議が求められ、手続きが増えるという面があります。このように都構想で特別区が設定されることにより、これまで市長の判断で決定できた事項に、特別区間の調整手続きが増え、災害対応の迅速性が一部損なわれる可能性があります。特に他の特別区より津波被害が大きいと思われる湾岸区では、こうした点が深刻な問題となりかねません。しかし、この協定書を見る限り、このような湾岸区の
特殊事情を考慮した職位体制にはなっていません。住民の命を守るといった観念が完全に欠如しています。またこの問題は職員体制だけでなく、庁舎の位置や設備、BCP の面においても全く考慮されていないのではないかと考えます。法定協議会で区割りを決定する際、このような地域の特殊事情を議論されたのですか、大都市局長に伺います。大阪府市 大都市局長、山口信彦君。先ほど申し上げましたように、職員体制等を検討するにあたりましては、各特別区の事情というのをできるだけ反映させていただきました。で職員という面で見ますとですね、先ほどご説明させていただいたように、将来的に職員数は減少いたしますけれども、これは技能職員と非技能職員が合わせた数字でございまして、先生ご指摘のように、防災危機対応におけるマンパワー、これについては、大半は非技能職員だろうというふうに考えられますけれども、特別区になってもですね、現行の大阪市の非技能職員から若干数200人ぐらい、この非技能職員については増やすということですので、そういう面ではなんとか総数は確保できているんではないかというふうに考えております。ただ、法定協議会でこういうことを含めてですね、各特別区の詳細な議論がなされたかということについては、一定なされたと思いますけれども、その危機管理という面ではですね、特に議事録としてはその残ってないのではないかというふうに考えております。花屋光良君。ということで、知事、法定協議、私たちは行ってませんけどもね、行きたかったんですけど、そういうふうに、あまり議論されていなかったと。東日本大震災から知事は何を学ばれました。知事、松井次郎君。職員数が足りるのか、足りてないのか、もっと増えるんじゃないかと、もっと減る可能性もありますよね。だからまさに、花屋議員が一方的に、これは職員が少なすぎると、計算上という話については、全く、根拠のない話でありまして、要は周辺の中核市で十分その体制で仕事ができているというのが根拠であります。そういう話がですね、花屋議員ね、とりあえず言わせていただきますけど、それがまさに入り口論での否定だと、こう思ってます。東日本大震災でどれだけのことを学んだのか、一番学んだのは、あれだけの大震災になると、基礎自治体だけでは対応できないということです。まさに、広域自治体、それも広域自治体の連携が重要だということであります。南海トラフ巨大地震につきましては、関西広域連合内のみならず、その他エリア、要は関西広域連合それぞれが被災をする可能性が高いわけですから、関東の自治体、そういうエリアとしっかりと防災協定を結び、相互連携により、府民の命を助けていく、そこに暮らす人たちをどうサポートしていくかというのが一番の課題であります。花屋光良君。聞き方がまずかったですね。本当は法定協議会でそれをどう生かしたのかと聞くべきでした。ちょっと飛ばします。ただね、知事が今、人数が減っていく、もっと減るかもわからないとおっしゃったんですが、特別区設置、これが実現するとね、17年後にこんだけの人数が減りますよ、平成45年ですか、こんだけの人数が減りますよ。例えば、それとかこういう財政効果がありますよと言うんですが、その間ね、選挙4回ありますよ、4年に1度あるんですよ、特別区長が変わり、特別区会議員が変わるんです、その時々に彼らが判断するんですよ、それをあなたはどうやって担保するんですか、絵に描いた餅だというのはそういうことですよ、45年ので4年にあるべき姿をね、選挙4回も経て、
で、住民自治という方には、その都度、特別区長と議員が、議会が判断するんですよ。それをどう担保するんですか。知事、松井一郎君。現在、法定協議会に示されている、財政シミュレーションについては、まず現状での基本的な、資料、そこからはじき出した、数値に基づいて、書かれているものであります。民主主義の国において、選挙において、首長が変われば、方向が変わるというのは当たり前の、ことであります。これを、否定することをそのものがね、やっぱり公選職としてはおかしい話で、だから、ただし、そういう、まあ、例えば、昔の大阪府のようにですね、ちょっとやってはならない財政手法をこう認めるような首長になれば、そのツケは結局は住民が払うということになるんです、これは民主主義において、制度を作っている、その国としては仕方がないことだと。こう思っております。金谷光義君。まあ先のことはね、本当に住民自治ニアイズベターとおっしゃってる知事でしたら、先の方に、任さないとダメですよ。まあ、それに関連したことをこれから、一部事務組合について質問したいと思います。知事は大阪市を解体してできる特別区は、中核市並みの権限を有しており、住民の身近な基礎自治体ができると豪語されていますが、その説明は明らかに間違いであり、中核市どころか一般市以下であります。パネルをご覧ください。大阪市を解体して5つの特別区ができれば、6分野にわたる100以上の事務を受け持つ、全国的にも例を見ない大きな一部事務組合ができることになります。この仕組みは知事の言うニアイズベターとは程遠く、間接的で住民の意思が反映されにくい仕組みであり、さらに特別区間の調整も必要で、多くの時間と労力を必要とすることが、昨日公明党の質疑で明らかになりました。また、図を見てご覧いただけるように、一部事務組合は大阪市の本庁機能の存在を残すようなものです。昨日の質疑で、ある特別区が一部事務組合を脱退しようとしても、現実的には抜けられないことが明らかになりました。ということは、住民が決められないということになります。住民自治というなら、特別区が設置されてから、特別区の意思、住民の意思で一部事務組合を設置すべきではないでしょうか。大阪府市大都市局長、山口信彦君。協定書につきましては、現在、大阪市が実施しているサービスが継続して行われるように、特別区設置の日において、事務がどこに引き継がれるのか、これをお示しする必要がございます。協定書におきましては、各特別区が事務を実施することを原則とした上で、専門性の確保、サービスの実施にかかる公平性及び効率性の確保を図る必要がある一部の事務につきまして、共同で処理することといたしました。そういうことから、一部事務組合の設置の時期については、円滑に事務を継続する観点から、特別区設置の日と同日としているところでございます。金谷光義君。住民が決められないじゃないですか。特別区の自立性が全く担保されていない点、これは大きな問題です。特別区の住民が自分の意思で決めることができる、これがニアイズベターと主張しているのでしょ。なのに住民にとって大切なこと、身近なこと、特別区が判断すべきことを法定協議会で、しかも維新の会だけで勝手に決めてるじゃないですか。知事は府内市町村でも一部事務組合をしているから問題ないと言いますが、それは限定的なものであり、かつ一部事務組合を設立するかどうか、それを決めるのもその自治体の判断、その住民の意思だったんですよ。またほとんどの基礎自治体が
水道事業や国民健康保険、介護保険の事務を担当しています。言うまでもなく、水道や国保、介護保険の料金等は、市町村の取り組み状況や努力によって差が出やすい事務であり、努力次第で会計が黒字になったり、保険料等を下げることもできますが、この協定書では、特別区はこんな基本的な権限もないんです。何でもかんでも住民を無視し、勝手に決めているのですから、二度と住民自治の強化と言わないようにと指摘しておきます。何度も申し上げますが、結論を求める上で最も重要なことは手続き、プロセスを大切することです。協定書を作る過程に参画し、議論することと、一方的に作ったものの可否について議論するものとは全く別のものです。先ほどの質疑からも、欠陥だらけの協定書であることは明らかです。二重行政を解消、住民自治の強化、とうとう言いたい放題、府民市民に美辞麗句を並べてきましたけれども、全く目的を達成できる仕組みになっていません。いい加減な協定書になっている原因は一つ、同じ考えのもので、ものだけで結論ありきで議論をしたからです。結果ありき、賛成ありきで結論を急いだために、本当に大切な議論ができていないのです。最も重要なことは、結論を急ぐことではなく、間違いのない結論に導く努力をすることです。知事にとって都合の悪い事実でも、住民の幸せのためには苦言を呈するのは政治家として当たり前の行為なのです。はっきり申し上げて、このような状態で住民投票するというのは、住民に対し大変失礼であります。我が会派は協議会について、府民の多様な意見を反映できる会派規律に応じた委員構成に戻すように改めることを目的に、会議規則の一部を改正する案を提案し、議員各位の賛同を得て可決されました。今後は法定協議会についても、会派規律に応じた委員構成となります。正常化された状態で、協議会が速やかに再開され、そして、かつそこで改めて協定書について真摯に議論をやり直すべきと考えますが、どうでしょうか。特別区設置協定書の無効が決議された以上、現行の協定書には正当性は認められず、議会への上程はそもそも不適切であり、議案の協定書については、議案より取り下げるべきと考えますが、いかがですか。併せて知事に伺います。知事、松井二郎君。決議が、無効決議が行われましたけれども、この法定協の協議書につきましては、総務省からの、ご返事もいただいておりまして、協議会の委員についても、府市議会の手続きを踏んで、委員が推薦を行われたものでありまして、協議書に何ら問題はないと、こう思っております。そして先ほど表をちょっと見せてもらえますかね、もう一度、一部事務組合を、各区が党一部事務組合と その並んだ図表を、自民党さんの、これ、あのようにね、A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、このそれぞれで、首長、公選の首長が選ばれ、区議会議員が選ばれるんです。現在の大阪市の24区には、そういう仕組みがありません。要は、基礎自治体のエリアを5つに分けるところによって、住民が選ぶ5人の、公選区長が出来上がる、そしてそこに区議会が、誕生いたします。これこそが住民の声をより吸い上げるニアイズベターな基礎自治体になるじゃないですか。それと、一部事務組合の話、昨日も答弁をさせていただきました。一部事務組合においては、これは大阪市以外の市町村においても導入されている制度であります。そして、まあ、ご指摘のとおり、一度事務組合に入れば、これはその一自治体だけでこの事務組合を脱会することはできません。この法定協議会においては、現在大阪市が住民に実施しているサービスにおいて、一番効率よくそのサービスを提供できるそのシステムとして一部事務組合制度を導入したわけであります。したがって、阿南谷議員が言われるように、この現在の特別区5区
そして、5区では、成し遂げられないセーブサービスについて事務組合制度を導入すると。でこれについて中途半端だということであれば、まさにその中途半端だという意見を住民投票で自民党の意見として出されればいいんです。で僕たちはこの5区分離案、そして、一部事務組合を活用する制度、これが現在の大阪市の制度よりはより基礎自治体として住民ニーズを把握できるもの、尊重し実現できるものだとこう思っております。だからそれがダメであればダメだということを主張して住民の皆さんの判断を仰ぎましょう。住民投票を否定する、それは議会の議員としてこれはおかしいですよ。最後は住民の皆さんが自己的に自主的に判断をされるものです。悪いものであればこういう問題点があると堂々と訴えられればいいんです。皆さん、それで住民がダメであれば罰であれば我々は諦めるんです。ただしこれはもう住民が最後決定権決める権利まで奪うことはやめていただきたい。よろしくお願いします。静粛に願います。花屋光義君。長々とありがとうございます。改めて取り上げ下げを希望して次の質問に移りますが、私たちが提案している大阪会議の設置条例案については大阪市会堺市議会においても自民党会派から提出を予定しております。まずは大阪府議会での成立を目指してまいりますので、議員各位におかれましてはよろしくお願いを申し上げます。次に、外部人材公募制度についてお尋ねをします。我が会派は原則部長の公募には反対です。理由は公募で素晴らしい人材を見つけるのは大変難しいという点。例えば書類審査や短時間の面接でその人の人格や能力を見抜くことに限界があるということ。また府庁には優秀で素晴らしい人材がたくさんおられますし、長年の勤務経験と実績、また部下職員との人間関係を築いているという点です。そういう点でも知事がいつも引き合いに出されている民間企業においても幹部職員は公募していないのです。また知事が自信満々に任命された前商工労働部長が女性職員に対していわゆるセクハラを起こし懲戒処分を受けたものの自主退職したという事件がありました。知事は任命責任があるにもかかわらずその責任を全く取ろうともしませんでした。さらに大阪市でも公募区長や公募校長の不祥事が後を絶たず同様の事例が連続しています。我が会派はこれだけ失敗してきた公募制度を続ける理由はどこにもないと考えています。そもそも LINE の部長職は原則町内職員の内部登用によるべきであり、どうしても町内にふさわしい人物がいないときに限り外部から人材を求めるべきであります。公募制度廃止については総務部長に問う予定でしたけれども昨日の公明党さんと同様ですので割愛をいたします。そこで知事に伺います。知事がどうしても民間人を府庁に入れたいのであれば公募という曖昧な手法を取らず知事自らヘッドハンティングし、そして責任を持って任命登用すべきだと考えますがいかがですか。知事松井一郎君。いい人材であれば自らヘッドハンティングもやりますし公募という制度も使います。花屋光義君。そうですね、公募しなくても特別顧問等は好き勝手に自分で選んでおられるわけですから、もし今後不祥事等があれば知事には全責任を取る覚悟を決めていただいてヘッドハンティングも積極的に進めていただきたいと思っております。次の質問に参ります。リンクタウンの国際医療拠点についてです。26年度上半期の監査結果によりますと、リンクタウン泉佐野市域は平成24年3月に地域活性化総合特区の認定を受けていますが、同年6月の府の総合特区計画では海外の医師との交流医療や健康の目的での観光客の訪日促進など国際医療交流拠点づくりを進めるとされ、その拠点となる施設建設に向けて府が建設費用100億円の 10% である
10億円を補助することとされていました。しかしながら24年度から府の補助金が予算化されていますが、事業は大幅に遅れ、24年、25年度予算は執行されないまま、その後事業は当初の計画より大幅に縮小され、結果として国際交流や観光促進の機能は事業目的から外され、核となる施設は42床の病院から19床の診療所のままとなり、海外旅客を対象とする施設は計画から大きく外れることにより、事業規模は120億円から26億円と大きく縮小されています。そもそも特定の民間事業者に府が補助金を支出する根拠は、この施設が経済波及効果546億円の特区の実現を牽引する拠点であったためです。事業規模がここまで縮小されて、なお特区の拠点施設であると言えるのでしょうか、大きな疑問であり、府が公金を支出した根拠は完全に崩れているのではないかと考えています。ここまで計画が縮小され、当初の目的が達成されない状態であれば、特区計画や事業スキームそのものの見直しが必要であると考えますが、いかがですか。また、当初の計画が大きく変わる中、公金支出が適正であるのか検証すべきだと考えますが、あわせて住宅まちづくり部長に伺います。住宅まちづくり部長、堤雄二君。リンクタウンの国際医療拠点についてお答えを申し上げます。地域活性化総合特区は地域力の向上を図ることを目的に、国と地域が共同して事業を進めていくものであり、地域は責任ある関与として独自の支援措置を講じることが条件となっております。このため大阪府におきましては、リンクタウンの魅力と活力ある地域づくりを図るため、本特区の事業の中心となります高度がん医療拠点施設に対しまして、補助金を交付することといたしております。当初42床の病院として計画をされておりました高度がん医療拠点施設は19床の診療所としてスタートすることになりましたが、動脈塞栓術を中心とした高度ながん医療によりまして、国内外のがん患者や外国医師を積極的に受け入れるとともに、歯科や皮膚科などを併設をいたしまして、トータルで患者の QOL、 これは生活の質の向上ということでございますが、を図るという機能は変わっておらないものと認識をいたしております。今後この施設を核といたしまして、年間500万人に及びますインバウンド客が利用する関西国際空港の対岸に位置するという優位性を生かしまして、医療通訳の育成や健康医療をテーマといたしました観光ツアーなど他の特区事業と一体となりました取り組みを進めることによりまして、国際医療交流の促進が図られ、リンクタウンの魅力と活力のある地域づくりにつながるものと考えております。なお運営開始後10年間、補助事業者から事業の進捗状況等につきまして毎年度報告を受けることにしておりまして、必要に応じまして有識者の意見を聴取するなど、本事業の効果等につきましてしっかりと検証いたしまして、補助事業者に対しまして指導助言等を行ってまいりたいと思います。金谷道義君。部長、今の答弁ではこれだけ遅れて、しかも事業規模が大きく縮小しているにもかかわらず、全く反省の色がありません。リンクタウンの存在感や町の価値の向上と言われていますが、先ほどから指摘しているように、本来は高度がん医療拠点の形成として、総事業費120億円、建設規模として10階建て約8500平方メートルの建物を建設する予定であったと聞いていますが、建設が予定されている施設は現在と同じ19床のままであります。
また特定の民間事業者の建物に対して補助金を出す根拠について、がん診療のワンストップサービスを例に挙げられていますが、サービス内容が民間ではできない不採算部門、公金を支出すべき政策医療であると位置づけて補助率等を決定したのか、はなはだ疑問であります。時間の都合上、この問題は引き続き委員会で議論を深めてまいります。続いて先島庁舎についてです。我が会派はこれまでも繰り返し先島庁舎からの撤退を求めてまいりましたが、これは知事の政治決断でできることなのです。いい加減現実から目をそらさず、決断すべき時期に来ていると考えます。そこで総務部長に確認させていただきますが、平成21年9月の先島への庁舎の移転理由はどのようなものであったのか、ご説明お願いします。総務部長、八富正君。お答えいたします。平成21年9月にお示ししました庁舎移転案では、庁舎の現状について、本館は老朽化が進み、耐震性能も著しく低いこと、執務室が狭隘、迎賓や接遇の環境も不十分であること、民間ビルの借り上げなど、部局の中でも執務室が分散し、来庁舎に分かりにくいことの、この3点を挙げており、これらが当時の庁舎の課題でもあったということで認識しております。金谷道義君。部長の説明では、まずは1点目、本館は老朽化が進み耐震性能が著しく低いこと、2つ目、執務室が狭隘で迎賓や接遇の環境が不十分であること、3つ目、民間ビルの借り上げなど執務室が分散し集約の必要があることの3点でありました。現在大手前では本館の耐震工事と環境改善工事が進められており、3点のうち2点については課題が解消されつつあります。庁舎問題をどう決着させるのか、それは残された庁舎の集約化をどうするのかということにつきます。9月10日の新聞記事でも、府が行ったアクセスライフラインの検証によれば、先島庁舎は津波警報発生時による職員の参集が困難であり、防災拠点としては使えないということでした。そうであれば、たとえ非常用発電機などで建物機能が維持できるとしても、防災拠点は他で、ほかで確保しなければならず、先島庁舎で庁舎の集約化がなし得ないことは明らかです。一方、大手前は津波推進エリアを経由せずにアクセスできること、また新別館においてすでに防災情報センターが整備されていること、さらに本館の耐震工事、環境改善工事が進められていることから、大手前において庁舎の集約化を図るべきと考えます。そのことにより、本来の庁舎問題も解決されます。今まで何度も申し上げましたとおり、先島庁舎が防災拠点にならない以上、先島への庁舎の集約は不可能ということになります。それを府は認めたのですから、先島庁舎から完全撤退を決断し、大手前での庁舎集約を図るべきと考えますが、知事のご所見をお伺いします。知事、松井一郎君。先島庁舎のアクセス、ライフラインについては、大阪市やライフライン事業者へのヒアリングをもとに検証を行っております。そういうところでありまして、現時点では防災拠点としては課題があるものの、執務室として一般的に利用することは可能と、考えております。建物の長周期振動等の対策においては、年内にも国から示される予定の新たな知見を踏まえて、検討する必要がありまして、先島庁舎の取り扱いや、庁舎全体の在り方については、この検討結果と合わせて判断をいたします。金谷道義君。じゃあ、知事、国の知見次第では、先島への庁舎の集約は
できるのですか。知事、松井一郎君。国の知見の結果を踏まえて判断をいたします。金谷光良君。なかなかはっきりおっしゃらないですけども、先島への集約はできないんだと思いますよ。二つ持つデメリットを府民にどう説明するんですか。また集約ができない限り、今後とも二つとも持ち続けるおつもりですか。合わせて知事にお伺いします。知事、松井二郎君。集約化については先ほどお答えしたように、国の知見を踏まえて、判断をいたします。二つ持つデメリットとおっしゃいますけれども、二つあるメリットもこれあると思います。これから大阪全体広域自治体としてね、これベイエリアについては本当に高い可能性ポテンシャルを持って、これ発展していく、もうにぎわいを作っていける場所でありますから、メリットデメリット両方考えながら判断をいたします。金谷光良君。集約をするから買いたいんだということだったと思いますが、これまでですね、23年の9月議会でも大手前に庁舎を集約した方が、今後30年間で300億円以上安く済むということを、当時の橋本知事にも私たちは対案を示して説明をしています。今後30年間、2つの庁舎を持ち続けると、1200億円のお金がかかるんです。そんな無駄遣いをするくらいなら、むしろ大阪の成長に使うべきであると指摘し、次の質問に移ります。次は情報公開条例、特別顧問の活動についてでございます。特別顧問等の活動は、審議会委員とは異なり、報酬も高額で、かつ職員との事前打ち合わせや、職員が同席しない特別顧問同士の打ち合わせにも、高額な報酬が支払われており、その活動について、最低限、事前に目的、日時、場所等の公表を求め、これまでの本会議や委員会でも質問を重ねてまいりました。我が会派の度重なる追及を受けて、知事は、特別顧問等の職務情報については、職員に課されている施策プロセスの見える化による負の意思形成プロセス情報の公開と合わせ、特別顧問および特別参与の職務の公表等に関する運用指針を本年6月19日に定め、原則事後公表を行っており、この運用指針が大阪府のホームページで公開されていますが、全面公開には程遠く、府民の理解を得られる状態にはなっていません。特別顧問等の活動について、情報公開条例第8条および第9条の非公開情報を除き、会議の内容は原則公開されるべきであると考えますが、現在公開されている内容は数行程度の限定的なものとなっており、到底納得できません。また、この内容を見る限り、事前公表が可能なものばかりなのではないかと考えます。かつ、この程度の公表で5万5000円もの高額な報酬を支出したことについて納得できるものなど何一つありませんが、この点についての説明を府民文化部長に求めます。府民文化部長、大江恵子君。特別顧問および特別参与の職務の情報公開につきましては、5月議会後に直ちに指針を定め、原則として事後公表に努めるといたしました。そしてこの事後公表においては、新たに様式を定め、論点、主な意見、結論などの職務内容を詳細に記載することとし、担当部局において可能な限り、分かりやすく丁寧に記載するよう努めているところでございます。引き続き記載内容の充実を図るよう働きかけてまいります。また、事前公表すべきとのご指摘につきましては、審議会におきましても、会議を非公開としておりますものは、府民や議員、記者に、傍聴していただく必要がないため、事前にその日程、テーマ等の公表はしていないところでございます。
これと同様に特別顧問及び特別参与の活動につきましても、ライブ公開を行わないものについては、事前に日程、テーマ等の公表をしないとしたものでございます。今後とも指針に基づきまして、情報公開に努めてまいります。金谷道義君。今のご説明を聞いても納得はできません。高額な報酬を払っているにもかかわらず、なぜ全面公開をしないんでしょうか。特別顧問等の高額な報酬は、ミッションの重要性、求められる役割、活動の実態に照らし、それに見合った額であると強弁されていますが、その活動の実態が不明確であれば、重要なミッションをきちんとこなしていただいているのか、求められている役割を責任を持って果たしていただいているのか、全く計り知ることができません。現時点で公表されている活動内容や参考人招致の質疑から判断すれば、その内容は審議会委員の方々と同程度のもので、とてもそれを上回る活動には見えません。せめて事前に日時や場所、テーマだけでも事前に公開する決断をすべきだと考えますが、知事にお伺いします。知事、松井一郎君。特別顧問および特別参与の職務情報公開については、その活動の実態を踏まえて、原則として事後公表とすることといたしております。金谷道義君。残念ですね。そうであればですね、我が会派は再度、情報公開条例一部改正案を提案し、活動実態を明らかにしていかなければならないと考えております。前回は残念ながら、知事の再議権で3分の2の賛成者を得ることはできませんでしたけれども、これは続けて我々は訴えていかないといけないと考えております。次に、私立高校等授業料支援についてです。議会への、すいません、間違えました。私学助成、授業料支援補助金について、知事は先の本会議で、授業料の58万円のキャップ制をこのたび撤廃される意向を示されており、我が会派が今まで言い続けてきた主張を取り入れていただきましたので、まずはその点、感謝を申し上げます。しかし、授業料支援補助金が平成27年度の入学生までを支給対象とし、平成28年度以降の入学生にあっては検討するとしていることから、保護者の間では大きな不安の声が出ています。こうしたことを踏まえ、先の2月議会では、生徒・保護者の進路選択に多大な影響を与える授業料支援制度については、早い時期に制度周知できるよう、制度の在り方検討のスケジュール感について質問し、府民文化部長からは、今年の夏ごろには考え方を示すという答弁をいただいています。が、なぜ今議会に示されなかったのでしょうか。私たちは生徒保護者の立場に立てば、できるだけ早期に示すべきだと考えますが、いつ示していただけるのでしょうか。具体的な答弁を求めます。また、この制度を維持できる財源の確保はできているのでしょうか。府民文化部長にお伺いします。府民文化部長、大江恵子君。授業料支援補助金の平成28年度以降の在り方については、現在、知事や関係部局と議論を重ねておりますが、夏までにお示しすると、私が申し上げておりました考え方を、この議会でお示しできていないことにつきまして、大変申し訳なく思っております。これはもうお詫びを申し上げます。本制度の効果検証につきましては、すでに議会にお示ししております通り、制度導入後、私立高校に進学する生徒の家庭の所得分布で、中低所得者の割合が増加していることや、中退率が減少したことなど、効果も上がっていると考えております。また、この制度導入に伴い、公立と私立があらかじめ協議して設定しておりました、いわゆる7-3 枠を撤廃したことにより、講師の競争を促す教育環境を整えることができたと考えております。
制度の今後の在り方につきましては、230億円という多額の予算を投入していることを踏まえ、さらには公使館のみならず、私立学校間の切磋琢磨を促す制度にできないか、また58万のキャップ制も含めまして、現在、その在り方について、知事も交えて、庁内で大議論をしているところでございますので、もう少しお時間を頂戴したく存じます。今後、議会におきまして、ご議論いただけるよう取り組みを進めまして、生徒の進路選択に間に合うよう、時期に間に合うよう、平成27年の早い時期に制度内容が決定できるよう、検討を行ってまいります。花屋道義君。授業料の無償化制度を見直すのであれば、案を示すのが遅れれば遅れるほど迷惑を被るのは生徒であります。このことを十分に踏まえて早急に案を作成し、示していただけますよう求めておきます。我が会派は公使館の格差の是正には賛成でありますが、一過性の制度ではなく、持続可能な制度であることが前提です。その点も踏まえて、早急に案を示していただくよう要望しておきます。この際、休憩いたします。再開は午後45分といたします。これより休憩前に引き続き、質疑・質問を続行いたします。花屋光義君。次に、2025年の万博開催についてお尋ねいたします。2025年万博の大阪誘致に向け、府として万博開催に必要な手続きについて調査・検討を始めたと聞いています。知事は2020年に東京オリンピックが開催され、海外から観光客が多く日本に来ることが見込まれる中、大阪でも2025年に2度目の万博を開催すれば、国内外から新たな観光客やビジネスマンを呼び込むことが可能と考えているとも聞いています。そこで万博誘致に必要な手続きについてみると、万博覧会国際事務局 BIE への立候補は、開催の9年前から6年前までと定められています。複数の立候補がある場合、オリンピックのように委員による現地調査を経て、BIE 総会でプレゼンテーションが行われ、投票で開催地が決定されます。ただし、最初の立候補があった場合、BIE は全加盟国に立候補があったことを公示し、他の国の立候補は6ヶ月以内に受け付けるようであります。よって、2025年に開催するためには、最短で開催9年前の2016年に BIE へ立候補する必要があります。政府が2016年に BIE へ手を挙げるには、まず地元自治体や経済界が有識者による委員会を設置し、開催意義やテーマ、会場、跡地計画等の開催コンセプトを策定し、さらに国が地元の基本構想を受け、有識者による委員会を設置して、国家プロジェクトとして適切かどうかを検討してから、立候補の閣議了解という手順になりますが、そうなると、2025年に開催しようとすれば、1年半で必要な手続きを進める必要があります。どう考えても、スケジュール的に非常に厳しいものがあり、このようなスケジュールで手続きが進むのか、大いに疑問です。また、開催にかかる費用負担については、愛知万博の時の費用を例に出すと、建設事業費が約1350億円で、国の閣議了解時、費用負担は国、自治体、民間が1対1対1と決められ、愛知県や名古屋市等の自治体の負担総額は約450億円であったと聞いています。万博がもたらす経済効果は、大阪を元気にする一つの起爆剤であることは理解できますが、スケジュール的にもタイトで、しかも巨額の費用を要する万博誘致については、国や経済界、地元の調整等、解決すべき課題が多く、判断において慎重な検討が求められます。このように多くの課題があるにもかかわらず、知事は万博誘致を打ち出し、維新のマニフェストの宣伝を手助けするような発言をされていますが、本当に府は準備を進めているのでしょうか。また、財源の確保は
どうなっているのですか。併せて政策企画部長にお伺いします。政策企画部長、荒井淳君。2025年に大阪へ万博を誘致するためには、今、センサーの方からいろいろお示しありましたように、閣議了解の上、最短で2016年までに、政府が博覧会国際事務局、いわゆる BIE へ立候補する必要がございます。それまでに地元としては、テーマや会場等の基本構想の策定や、国、民間等との費用分担、費用負担など、短期間に整理すべき多くの課題がございます。このため、現在、国際博覧会を所管しております経済産業省と協議を行いますとともに、2025年に大阪で博覧会を開催する意義、経済効果、課題等につきまして、経済界や関係者とともに検討を進めることとしているところでございます。その上で、お尋ねの財源のあり方も含め、事業規模等について、具体的な協議を行っていく必要があるとかように考えております。金谷光義君。今のご答弁を聞くと、準備不足が否めません。愛知万博が成功したのは、長期間にわたり地元自治体と経済界が熱心に準備を進め、さらに国のバックアップがあったからだと聞いています。本当に大阪万博を開催し、成功させたいのであれば、もっと早く準備をしておくべきであったと指摘しておきます。決してその場の思いつきや選挙の目当てであってはならないのです。その点をしっかり踏まえて、今後も取り組んでいただくようお願いしておきます。次に、乳幼児医療費助成制度についてです。昨日の本会議でも議論がありましたが、府内の市町村長は、この乳幼児医療費助成制度について、少子化対策、子育て支援施策の目玉として、競って拡充し、中には中学卒業まで対象範囲を広げている団体もあります。こうした中、通院は3歳未満という府の補助基準は、全国的にも最低準水準であり、府内市町村から拡充要望の声が高まっていました。そのため知事は去る2月議会で、乳幼児医療費助成に対する府の支援を拡充する旨を表明し、先般市町村に対し方向性を示されました。もとより医療費助成は、経済的負担を軽減することで医療にかかりやすくするという面において、重要な福祉施策であり、これを必要とする方々にとって重要な役割を担っています。しかし、国の支援もない地方単独事業であり、府として財源を投入する限りは、その費用対効果も踏まえて判断すべきであります。8月にまとめられた府と市町村との研究会では、この制度にはセーフティーネット、福祉的配慮の部分と、子育て支援の環境整備部分の2つの役割があると整理されたと聞いています。これを踏まえ、今回打ち出された方向は、府と市町村の役割分担という観点から、まず、府は市町村への医療費助成の補助基準をセーフティーネット部分に思い切って重点化する。その上で新たな交付金を作り、医療費助成はじめ市町村が取り組む子育て支援施策を財政的にバックアップするというものです。財源のばらまきにならないよう、文献時代の広域自治体の役割を踏まえた考えであると理解いたします。今後27年度当初予算に向けて、府としてしっかりと制度設計をし、制度管理をするべきでありますが、乳幼児医療を含む子育て支援施策にかかる市町村支援について、必要な財源などを含め、どのような考え方を持っているのか、持っているのですか、知事のご所見を伺います。知事、松井一郎君。乳幼児医療費助成制度については、市町村との研究会で示された選択肢を踏まえ、市町村長のご意見も参考にしながら、悩みながら今回の案で決断をいたしました。今後は医療セーフティーネット部分に対する負の役割を果たしながら、新交付金を活用して、医療費助成をはじめ、府域全体の子育て、支援施策の底上げを図ってまいりたいと思っています。現行の予算を大きく拡充をしていきたいと思っています。
27年度からは子ども・子育て支援制度のスタートもいたします。振興付近の詳細な設計はこれからになりますが、市町村の意見も伺いながら、医療費助成の底上げはもちろん、例えば障害のある子どもたちへの配慮、きめ細やかな保育サービスや子育てに関する、相談体制の充実など、市町村の特色ある子育て支援をバックアップしてまいります。金谷光義君。我が会派は松井知事の示された考え方で正しいと思っています。ぜひともその姿勢で取り組んでいただくようお願いしておきます。本年6月、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確保推進法が成立しました。パネルをご覧ください。この法律が成立した背景には、団塊の世代が75歳以上となる2025年問題があります。実に3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となり、このように急速に高齢化が進むと、必然と医療や介護のニーズが増加することが見込まれることになりますが、一方、我が国における地域の医療・介護サービスの供給体制の現状を見ると、とても十分であるとは言えません。国民一人一人が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最後を迎えることができる環境を整備していくことは喫緊の課題です。高齢者が安心して住み慣れた地域で生活できるようにするためには、高度な急性期医療が必要な患者には、質の高い医療や手厚い看護が受けられ、リハビリが必要な患者には、地域の医療機関で受診できるようにする必要があります。また退院した高齢者の在宅生活を支えるため、在宅医療・介護サービスの充実が不可欠です。大阪は病院や診療所などの医療資源は他府県に比べ恵まれているものの、個々の地域の現状を見ると、医療機関の連携がうまく機能していないのではないでしょうか。こうした点を解決するため、国において新たな財政支援制度、いわゆる基金事業が消費税の増税分を財源として創設されました。先般9月には国において総合確保方針が策定され、基金事業における交付要領などが示されるなど、着実に事業化の準備が進められているように見受けられています。このように医療・介護サービスの提供体制の改革は待ったなしの状況にある中、今後、府として基金を活用してどのような点に重点を置き、事業を推進しようとしているのですか、健康医療部長にお伺いいたします。健康医療部長、神谷和子君。新たな財政支援制度の基金の活用についてお答え申し上げます。本府の75歳以上人口は、先ほど議員ご指摘のとおり、2010年には約84万人でありましたものが、2025年には約70万人に増加するなど、大きな増加が見込まれております。また、ご指摘のように、府内の医療資源は豊富ながらも、病院や診療所と歯科、薬局、訪問看護、それぞれの連携は十分とは言えない状況でございます。また、府内のいわゆる7対1病床といわれる急性期病床につきましては、一定の規模を満たしているものの、回復期病床、慢性期病床等の機能を持つ病床は不十分と認識しております。こうした問題解決に向けて、新たな創設に向けた基金を活用して、保健医療計画および来年度策定いたします医療ビジョンとの整合性を図りながら、地域の実情を踏まえた効果的な施策を実施してまいります。具体的には、病床の機能分化、連携の積極的な促進、多職種連携による在宅医療体制の整備、医療従事者の確保と資質向上に向けた取り組み、この3つの方向性に主眼を置きつつ、介護保険事業支援計画など、他の計画との連携を図り、取り組んでまいります。今後、本府において事業計画を策定しまして、国の交付決定を踏まえ、9月後半議会に所要の議案を提出いたします。
花屋光義君。住み慣れた地域で継続的な生活を可能とするためには、効率的で質の高い医療供給体制と、在宅での医療・介護を実現した地域包括ケアシステムが両輪となって体制を構築していくことが重要であると考えます。パネルをご覧ください。この図が示すとおり、これらの体制を構築していくためには、医師、歯科医など、それぞれの専門職がしっかりと役割を発揮できるよう、強力なネットワーク化を進める必要があると考えます。そのためには、府が先頭に立って、関係機関との橋渡しを進めていくべきであると考えますが、健康医療部長の所見を伺います。健康医療部長、神谷和子君。新たな財政支援制度における府の役割についてお答えいたします。一人暮らしや高齢者のみの世帯でも住み慣れた地域で長く暮らしていくためには、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築が重要でございます。このため、かかりつけ医を中心として、病院、診療所、訪問看護ステーション、それから在宅歯科診療を行う歯科診療所、薬局などが緊急時の対応や、看取りを含めた在宅医療を提供できる体制を構築していくことが必要でございます。このため、基金の活用により、在宅医療を担う人材、医療連携を推進する人材、さらに在宅歯科診療や訪問看護体制の充実のために、ハード、ソフトの両面からサポートをし、地域内のネットワークの充実がさらに図られるよう、しっかりと取り組んでまいります。花屋光義君。消費税の増収分を財源とする今回の基金事業については、将来の超高齢社会を見据えた取り組みが必要になってくるものばかりです。府の財政当局においても、この点を十分に踏まえ、ルールに基づいた基金への繰り出しを行うとともに、個別の事業についてもしっかりと予算措置を行うことを要望します。商店街振興です。商店街は単に物やサービスを提供するだけの存在ではなく、場所も駅前に位置していたりするなど、町の顔であり、コミュニティの中心です。そこには街路灯や防犯カメラもあり、治安を守る一翼も担っており、安全安心の実現にとって不可欠な存在であるなど、さまざまな役割を持った地域を支える重要な存在です。このように商店街は町づくりの中心、地域再生の核となる重要な存在です。商店街の活性化は町の隅々まで、その町全体の活性化に寄与するものであって、それがない以上、町全体が元気になることはないと言えます。このように極めて重要な商店街ですが、府の商店街振興にかかる予算額の推移を見ると、平成19年度に約1億8000万円あったものが、平成25年度には約2000万円余り、平成26年度は約3000万円と大幅に減少しています。また商工労働部で商店街施策を担当する組織体制を見ると、職員数が6名と聞き、あまりにも脆弱です。商店街の活性化を図るには、こうした府の現状の予算額や人員体制では到底不十分であり、予算確保のほかに、本当に商店街振興に必要なものに予算措置を講じていくことが欠かせないと考えます。商店街の活性化を図るためには、市町村との適切な役割分担を行いながら、大阪府も主体的に商店街振興に取り組むべきと考えますが、いかがですか。商工労働部長の所見をお伺いします。商工労働部長、鶴見修君。商店街振興の取り組みについてお答え申し上げます。商店街振興は、住民に身近な市町村に主に担っていただき、大阪府は広域自治体として市町村をバックアップするというのが役割分担の基本的な考え方でございます。この考え方の下で、府としては、先導的、モデル的な事業の実施や、
市町村との施策研究会を通じた成功事例やノウハウの波及などに努めてまいりました。加えて今年度から新たに町内他部局や市町村をはじめ商工会、商工会議所などのネットワークを活用しながら商店街活性化につながる外部のアイデアを広く商店街に結びつける商店街サポーター創出事業に取り組んでいるところでございます。今後とも市町村等と連携しながら広域自治体ならではの商店街振興施策に取り組んでまいります。原山剛君。前部長、そしてその前の部長があまりにも商店街に無関心であったことに失望していました。まあ、しかし我が会派としては、つぐみ部長の商店街に対する熱意と今後の政策展開に期待しています。またこれまでから指摘しているように、予算も人員体制も不十分ですので、財務部長には、府が商店街の広域課題に対応できるだけの予算措置と、総務部長には、しっかりと仕事ができる、府民の宿泊に応えることができる人員体制の強化をお願いし、次の質問に移ります。牧郷川の再検証についてです。昨年の9月議会でも知事に指摘をさせていただきましたが、改めて牧郷川の治水対策についてお伺いします。近年のゲリラ豪雨が多発している状況も踏まえ、改めて専門家の意見を聞くなど、牧尾川の治水対策について、当時のダムから河川改修への政策変更も踏まえて、再検証してみてはどうかと思いますが、知事のお考えを聞かせてください。知事、松井一郎君。本府の治水対策は、学者の議論を経て、策定した今後の治水対策の進め方に基づき、府管理の全河川について、それぞれ今後20年から30年の当面の治水目標、治水手法を定め、府域全体で対策を進めております。牧尾川についても、これに基づき、河川整備審議会等におけるさまざまな検証を経て、ダムから河川改修に変更したものであり、まずは一日も早くこれを完成をさせます。短時間で局所的なゲリラ豪雨に対しては、河川改修やダムといった防ぐ、施策ではなく、逃げるしのぐの施策が中心になるため、ゲリラ豪雨を理由に、現在進めている牧尾川の河川改修について、改めて検証を行うことはありません。要は、大阪府域全体の治水対策と、ゲリラ豪雨、現在、本当に頻繁してます。これに対する対応というのは、やはり分けて考えるべきだと思います。ゲリラ豪雨が本当に30年、50年に一度、100年に一度と言われてたのが、今や2、3年に一度と、今年も本当に1時間あたり100ミリを超える、そういう雨がこの大阪で降りました。これに対しては、しっかりと大阪府河川審議、河川整備審議会等の、で専門家の意見を聞きながら、逃げるしのぐの施策を充実を図ってまいります。原山剛君。だからやってほしいなと思うんですけども、我が会派が再三、牧尾川の再検証について申し上げてきましたが、ダムから河川改修への方針転換は、近隣の住民の皆さんにとって、区域全体の治水の見直しのうちの一つではなく、非常に大きなものであったと思っているからです。住民の皆さんのお気持ちを考えると、現在進めている河川改修を、ダムの完成予定時期である平成28年度の出水期までに完成させることはもちろんのこと、それまでの間においても、頻発するゲリラ豪雨等も含めて、本当に今の対策でいいのか、一旦立ち止まって、必要な検証をすべきではないかと求めているのです。少なくともこの先、ダムを作っていれば、なんて言われるようなことを、事態を避ける意味でも、大きな方針転換を行った行政として、牧尾川の治水対策は再検証すべきであると指摘させていただくと同時に、もし甚大な被害があれば、見直しを拒んだ松井知事に全責任があるということを指摘し、次の質問に移ります。府営住宅の大阪市の移管へについてです。府は大阪市内の府営住宅については、府市統合本部等での審議を経て、基礎自治体の仕事とすることが望ましいとして、大阪市に移管することを決めていますが、仮に大阪市内の府営住宅を移管したとしても、
全府営住宅約13万8千戸のうち約12万3千戸、約9割近くの府営住宅は大阪府に残ることになり、中途半端な状態になります。そもそも公営住宅は低所得者の住宅セーフティーネットという面があり、市町村単位で考えるのではなく、府が市町村と相談しながら、府域全体の視点で供給戸数等を調整し、整備してきた経緯があります。住宅政策は市町村という狭い県域で考えるものではありません。将来像や全体像が見えない段階で、大阪市だけに府営住宅を移管すれば、それこそ新たな問題が生じるのは必至であります。移管を決めた背景には、府が府営住宅の維持管理コストを減らすため、民営化、市町村移管を進めようとしていると理解していますが、そうであれば、府営住宅の市町村の移管については、いつまでに、どのような姿形に持っていこうとしているのかなど、年次計画、最終計画形態を明確に決めた後、関係市町村との合意を得てから、事業を進めるのが常識であります。そのような作業もせず、方針も定まっていない中で、なぜ大阪市に移管することを先行して進めようとしているのか、全く理解できません。無責任極まる行為だと指摘しておきます。府営住宅の移管に際し、目指す最終形態や全体像について、いつまでにどのような形に持っていこうとしているのですか、住宅まちづくり部長の見解を伺います。住宅まちづくり部長、住雄二君。府営住宅の移管について、お答えをさせていただきます。府営住宅の移管につきましては、地域のまちづくりや福祉施策と緊密に連携をいたしました住民サービスの提供を進めますためにも、地域経営の主体でございます基礎自治体、つまり市や町でございますけれども、が公営住宅を担うということが望ましく、最終的にはすべての府営住宅の移管を進めてまいりたいと考えておるわけでございます。移管につきましては、まちづくりを行います市や町の意向に基づきまして進めていくものでございます。現在、各市や町とともに、府営住宅資産の活用や移管の検討を行っているところでございますが、組織体制や住宅財政の状況等は各市や町で様々でございますことから、目標年次の設定につきましては考えておらないところでございます。羽根光雄君。知事はスピード感とか期限とかいつもおっしゃってますけどね。では全体の整備計画はどこが調整決定するんですか、部長お願いします。住宅まちづくり部長、堤裕二君。府営住宅移管につきまして、全体の調整というご質問ですけれども、それは市長とともにですね、意見交換をしながら、そのまちづくり協議会を設定しておりますので、その協議の場の中で詳細を詰めながら決定していきたい、それは私どもの方でやらせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。羽根光雄君。そこはようわからんのですよ。市町村に全部渡してしまって責任取れるかどうかね。そこらきっちりまた全体像を教えてほしいんです。我々は公営住宅の管理を含め全体の整備計画は市町村に任せるのではなく、市町村との合意のもと府がリーダーシップを発揮し全体の調整を行うべきだと考えています。少なくとも市町村移管という大きな方針を決定する前に府内市町村の多数の理解を絶対的に得ておくべきだと指摘しておきます。先ほど、我が会派が提案した大阪戦略性調整会議を設置し、府と政令市、府内の市長が、協議し、今後の公営住宅をどうしていくのか、建て替えやまちづくりについて、府域全体の調整ができると考えます。
公営住宅に関する区域全体の行政計画のようなものを作り、各自治体でその計画を遵守すればよいと考えます。そういう意味でも、我が会派の提案にご賛同くださるようお願いし、次の質問に移ります。大阪市立特別支援学校、市立学校の府への移管についてです。特別支援学校の設置義務は都道府県に課されており、本来府が特別支援学校を設置すべきであることから、府は大阪市との間で協議を重ねてきたものでありますが、我が会派として特別支援学校の府への移管については、知事が宝くじの収益金の分配を大阪市と協議してくると約束されたので賛成であると表明いたします。ところが、府への移管に際しては、初期費用で19億円、運営費に毎年 9.1 億円、記載の償還残高で 22.9 億円、さらに老朽化対策で75億円程度かかるという試算もあり、多額の財政負担が生じると聞いています。一律支援学校を受け取ることで、他の行政サービスの悪影響が生じることがあってはならないと考えますが、我が会派では移管に伴って生じる新たな財政負担を軽減するため、大阪市に対して応分の負担に応じることを求めるべきであると繰り返して主張してきました。その一つとして、大阪市の里補助の見直し議論の際に、知事と宝くじの分配金について議論をしてきました。里補助を見直すにあたって、大阪府への確実な財源配分、現在大阪市が50、堺市が7、残る43が府の配分となっている宝くじ収益金について、府への配分率を現在の43から50に、大阪市を50から43にすべきではないかとお尋ねいたしましたが、知事から、そんな程度でええのと、府への分配金をそれ以上に増やすという自信満々の答弁をいただいたところです。大阪市立支援学校を府が引き取るのであれば、さらにそれ以上の財源を大阪市からいただかなければなりませんが、宝くじの収益金の配分や、里補助にかかる協議状況がどのようになっているのでしょうか、財務部長に説明を求めます。財務部長、井上博之君。お答え申し上げます。大阪市立特別支援学校の府への一元化など、今後の広域的課題に対する役割分担の在り方や、里補助の解消についての確認と合わせて、宝くじの収益金の配分ルールの見直しについて、現在、市の担当部局と詰めの協議を行っております。具体的には、現行の宝くじ収益金の配分率は、配分実績と中間人口を要素としておりますが、府では行政ニーズをより的確に把握できる夜間人口を要素とすべきではないかと考えており、その観点から府の配分率が増えるような見直しに向けて、27年度からの実現を目指し、精力的に協議を進めてまいっておるところでございます。金谷光義君。財務部長のご答弁は知事に恥をかかせる内容だと思っています。支援学校の移管と財源問題はセットのはずですし、府の財政を預かる知事として宝くじ問題一つ解決できないで恥ずかしくないでしょうか。26年の当初予算でも中学校給食や医療的ケア整備推進事業、密集住宅市街地整備促進事業の里補助を見直し、大阪市への補助を決定したのです。本来はその時点で財源問題は解決しておかなければならない問題であるにもかかわらず、いつまでかかっているのですか。今年2月の総務委員会で知事は、現在の府47対市50の割合をせめて逆転させるべきという我が会派の主張に対して、そんなもんでいいんかと自信満々吐き捨てるように答弁されました。議会でこのような答弁をされたのですから、見通し、時期、額について知事本人から議会に対して説明していただけませんか。知事、松井一郎君。宝くじ財源につきましては、この財源がすなわち里補助の原因とされてきたこれまでの経過、経緯がございまして、里補助をなくすために、この財源についても見直していこうというのが議論のスタートであります。その今、花屋議員から支援学校について、これはこの財源の有無よりも、そもそも都道府県に義務があることを
これまで市町村、大阪市の場合は、大阪市にこれやっぱり都道府県義務を押し付けてきた経緯があります。したがって、このあるべき姿の支援学校の施策として大阪府が担っていこうと、ごく当然の話であります。それと、この現在の配分の見直しといたしましては、先ほど財務部長が答えましたけれども、夜間人口を基本として、率を決定していこうと、大阪府と市長、大阪府と大阪市の割合について、これまでは大阪市が、多数、半分を占めておりましたけれども、これを夜間人口割で今、見直そうということで、大阪市、大阪府の協議を煮詰めているところであります。金谷光義君。知事と市長、同じ仲間だから何でも早く決めれるんだとおっしゃっていただいている割には、なかなかそのあたりも進んでいないように思います。きちんとそのあたりをスピード感を持ってしていただけたらなと思います。はじめに質問をしました協定書についてです。まあ、ざくっと言いますと、本当に出来損ないの協定書です。不十分、極まりないじゃありませんか。あの住民が自分たちで決めるための特別区の姿、これが一部事務組合にここは勝手に組み入れられてて、その後住民意思が反映できない、もしくは湾岸区の人員配置についてきちっと議論をしていない、そんな状態で協定書が出来上がった、総務大臣、これでいいでしょうか、当たり前じゃないですか、いいですよと、法律改正ないんですから、いいですよと。こんな不十分極まりない協定書を持って上がっていくっていうのは恥ずかしきことだと私は思っております。私たちは法定協議会に戻りたいです。しっかり議論をしたいです。大阪府民、大阪市民の将来にわたって責任を持ちたいと思っています。排除したのはあなた方だし、直ちに戻していただいて共に議論をしたいと思っております。以上で私たちの質問を終えます。ご清聴ありがとうございました。お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、明10月3日午後1時より本日同様の日程をもって会議を開きたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、そのように決定いたします。本日はこれをもって散会いたします。